トスクール日本語クラスへようこそ。同学们好，这讲我们来看一下第三课的练习部分。那首先第一项，次の文を読んでください。第一个，夏は暑さのせいで食欲がなくなり、体の働きも弱くなって病気にかかりやすいです。今年の夏はいつもより早く来ました。6月に入ってからもう毎日暑くてたまりません。どうも天気のせいで李さんもこの頃気分が悪いらしいです。我们来看一下啊，夏天因为酷暑，那么食欲变得没有了，然后身体的功能呢也变弱了，然后变得容易生病。今年夏天比以往都来得更早，进入六月之后呢，就已经是每天热得不行。好像因为天气的原因，小李最近呢感觉身体不大舒服。第二个，李さんは体が弱いので、ちょっと油断するとすぐ病気になります。それで彼は特に体に気をつけていて、普段お酒やタバコなどのような体を刺激するものを控えています。また、伝染病が流行るときは、決して外で食事をしないことにしています。小李呢，因为身体比较柔弱，一旦稍微有一点点疏忽不当心，马上就会容易生病。因此呢，他总是特别注意他的身体。平时呢，像酒啊、烟啊等等这样一些刺激身体的东西，总是会很节制、很控制。另外呢，当传染病比较流行的时候呢，ことにしている啊，表示决定，他总是会决定，就是绝不在外面吃饭。第三。今日、体の具合があまり良くないので、私は家に帰って、ご飯も食べないでお風呂に入ってからすぐ寝ました。一人で暮らしていますから、病気になった時、どうも寂しいです。今天呢、身体状况不大好、所以呢、我回到家、饭也没有吃、就洗了澡、马上睡了。这个ないで啊、不怎么怎么、就怎么怎么。不吃饭就洗澡睡觉了。那么因为是一个人生活的，所以呢，生了病的时候呢，总感觉很寂寞。第二项，填假名。第一个，土曜日に家に帰る人は、日曜日の夜9時までに学校に戻らなければならない。什么什么？在星期六回家的人呢，那么在星期天晚上的九点之前。啊，マデニ表示时间节点，在九点之前呢，必须回到学校。那么这个时候，我们可以用一个ことになっています来表示一个机构、一个团体它做出的一个长期的规定啊，我们就可以翻规定，学校规定必须在九点前回学校。第二个，李さんの話什么？田中さんは胃の病気で今日学校を休んだ。这显然是表示一个依据，一个传闻哈。前面填的是你有路透或者你有累吧，根据小李的话呢，田中啊，因为胃病，今天向学校请假没有来，那么最后填一个そうです啊，跟他呼应啊，表示传闻的。第三，私はこの頃よく体だるいです。時にはめまいします。どうも病気になった。什么什么です。我最近呢总是觉得身体很乏力，然后有时呢也会感到头晕目眩，然后好像是得了病了。那么前面这个显然是卡拉达嘎达路易，我的身体很乏力。我达西哇卡拉达嘎达路易，这个是哇嘎的剧情啊，先说大的范围再说一个小的范围，我身体乏力。然后有时呢めまいもします，因为有个也，前面身体乏力，然后有时也会头晕眼花。どうも病気になったらしいです。因为有个どうも显然是只有填らしい、啊、如果填ようです的话是两个格子，这里三个格子只能填らしい、啊、好像生病了。第四，私は薄着をしている什么什么か少し寒気します、啊、或许是因为穿的太少了，穿得太单薄了，
总感觉有点寒冷。那么显然前面填的是せか，这个せ表示原因，或许是因为せか，后面填的是寒気がします，感到寒冷。第五个額に手当てるととても暑かったです。啊，显然是填にへお。我试着把手往额头上这么一贴，发现呢很烫，暑かった啊，感觉很热。熱を測ってみると，于是乎呢，我就测了一下我的热度。39度5分ありました。竟然有39度5。那么这时候填个も，数量词接上も，这里显然是数量很大啊，竟然有39度5的一个热度，对吧？そしてくしゃみと鼻水が止まらで、咳も少し。而且的话呢，我的这个喷嚏还有这个鼻涕都止不住，止まらなくて，啊，这个是一种状态，用なくて。然后呢，还有一些咳嗽也出来，出ます啊，也会有一些咳嗽出来。から流感になったようです。所以我判断好像我是得了流感。第六，李さんは急にひどい吐き気しました。点点的是な啊，小李突然感受到一种剧烈的想呕吐的感觉。啊，表示一种生理感觉。なしました。第七，雨がから帰ります。雨がやむ啊，有这个やむ就是表示一种雨停啊、雪停啊。雨停了之后呢，我再回去。雨がやんでから。第八，私は風邪をひいたようです。我好像患了感冒了。元気がなさそうですね。填的是そういえば，表示由别人的话题引发了自己的某种观察和思考。你这么一说，我发现你好像确实没有精神。なさそうです啊，貌似你确实没有精神。这个そうです是样态。第九，昨日の夜お酒を飲みすぎて、今日朝起きると頭が痛くて。后面是それで会社を休む什么什么啊？昨天晚上呢，由于喝了太多的酒，すぎる啊，由于喝的过量了。今天早上一起床呢，发现。这个头就是一种确定条件的供气啊，早上一起床我就发现我的头痛得不得了，那么这个时候是用个不得了。頭が痛くてたまりませんでした，因为是过去式啊，今天早上的事情。たまりませんでした，于是呢我就决定向公司请假不上班了，填的是ことにしました啊，因为是我早上做了个决定，我早上看着身体不好，我做了个决定，用的是ことにしました。最后一个，お腹がすくと胃がします。填的是キリキリ。我肚子一饿，我的胃就会有点刺痛的感觉。が、今度の急に痛くなったのは初めてです。但是像这次这样突然变痛还是第一次。ようにに就是表示举例子啊，像这次这样的一种情况还是第一次。好，第三大项，按照例句改换句子啊。例句是今晩から雨や風がひどくなって明日も天気が悪いです。从今晚开始雨啊和风啊都会变得强，然后明天也会天气不好。ラジオラジオによると，根据收音机所说，今晚将会是这样，明天将会不好。那么最后把这个悪いです这个です去掉，用简体悪い，然后接上 so this， 因为是传闻啊，据收音机说会是这样一个不好的天气。那么第一个，李さんは先週の月曜日から急に胃が激しく痛んで吐き気もひどかったのでずっと学校を休んでいます。小李上周从周一开始呢，就突然之间，胃一下子变得很痛，然后呢就是想吐的感觉也很剧烈，所以呢就一直请假没有来学校。那么括号里给的是清桑的哈纳西，很简单，改一下清桑的哈纳西你有的托，根据小陈的话，然后最后的末尾把它改成ずっと学校を休んでいるそうです。首尾呼应啊，你有的托什么什么そうです。听小陈的话说，据说他一直没有来学校。第二个，上海ではインフルエンザが流行っています。括号是両親の手紙，显然是根据父母的信，在上海这个流感非常的流行。改的是両親の手紙によると上海では
インフルエンザが流行っているそうです。啊，一定要用简体啊，流行っているそうです。第三，胃が弱い人は油物を控えないと大変なことになります。括号是医者の話。根据医生的话说呢，胃的功能比较弱的人呢，如果不控制摄入油腻的食物，就会变得很糟糕。大変なことになります。现在改的是医者の話によると、胃が弱い人は油物を控えないと、啊，一旦不控制的话，大変なことになるそうです。なるそうです。啊，用原型来接そうです。第四个，明日はいい天気です。括号是天気予報。根据天气预报说，明天将会是好天。那么说，天気予報によると、明日はいい天気だそうです。千万不要忘记有这个だ，因为这个时候是原来的是いい天気です，是名词谓语句的陈述。那么这个时候一定要把です改为だ，作为简体啊。いい天気だそうです。第五，試験を来週に延ばすことになりました。先生の話。显然是根据老师的话说，考试呢延到了下周。这个考试延到下周，用了个句型ことになりました，就是表示这个考试延到下周这个事实，不强调是谁来做这个决定的，是学校做的，整体上侧重强调这个事实本身。那我们怎么改呢？先生の話によると、試験を来週に延ばすことになったそうです。因为本来是なりました，已经成为了这样的结果啊，已经是完成了。なりました变成なったそうです啊，据说考试已经是延到了下周，所以说这里的ことになりました不用刻意的把它翻译成汉语，就是表示一个客观的结果。第二项。雨です。行くことができなくなりました。变的是雨のせいで行くことができなくなりました。便用一个せいで，或者后面改成行くことができなくなったのは雨のせいです。两种改法啊，第一个是把它用一个せいで，因为下雨变得不能去了。还有呢，后面是把它因果倒置啊，之所以不能去了，那么是因为下雨。好，我们都改一下。第一个，薄着をしています。寒気がします。穿得太单薄，感到寒冷。那么显然是因为穿得单薄，所以感到了寒冷。那么怎么改呢？薄着をしているせいで啊，用了せいで的时候呢，要注意前面看看是用一种连体型的形式来接这个せい啊，这个せい是名词性质的，所以说是用薄着をしているせいで寒気がします。那么因果倒置是怎么用呢？寒気がするのは，或者是你可以用过去式啊，寒気がした啊，寒気がしました。寒気がしたのは，之所以我感到了寒冷，是因为薄着をしているせいです。第二个，熱があります。頭が痛いです。有烧，头痛。那么显然是因为有烧，所以头痛。啊，改的是熱があるせいで頭が痛いです。或者因果倒装，頭が痛いのは熱があるせいです。第三句，バスに一台乗り遅れました。電車に間に合いませんでした。所以意思是什么呢？因为乘晚了一辆公交车啊，本来该乘这辆的，结果乘了下一辆，结果呢没有赶上电车。那么怎么改呢？バスに一台乗り遅れたせいで。電車に間に合いませんでした。啊，一定要用这个简体啊，乗り遅れたせいで。因果倒装就是指電車に間に合わなかったのは，这个のは前面也必须用简体，所以把这个ませんでした要改掉啊。電車に間に合わなかったのは、バスに一台乗り遅れたせいです。第四句，急いで出かけました。ノートを部屋に忘れてしまいました。急忙出门，把笔记本落在了房间里，忘在了房间里。显然是因果关系啊，因为急忙出门，所以导致忘记了。改的是急いで出かけたせいでノートを部屋に忘れてしまいました。那么因果倒装てしまいました变成简体，ノートを部屋に忘れてしまったのは急いで。出かけたせいです。之所以忘记，是因为出门太急了。
第五句，食べ過ぎました。お腹が痛くなりました。吃得太多，肚子变痛了。显然是用简体，食べ過ぎたせいでお腹が痛くなりました。因果倒装是お腹が痛くなったのは食べ過ぎたせいです。好，第三个例句是まだ二三日かかります。まだ二三日かかるかもしれません。啊，用一个简体句来接かもしれません啊，或许、也许的意思。第一个，こんな結果になったことはみんなが意外に思います。导致这样一个结果，恐怕大家都很意外吧？大家可能都觉得很意外。那么就要把句子末尾改成みんなが意外に思うかもしれません。第二个，急がないと夜の自習に遅れます。如果不快一点的话，晚上的自习要晚了，要迟到了。那么现在就说，如果不快一点的话，或许会迟到。急がないと夜の自習に遅れるかもしれません。第三，コートを着ていきましょう。向こうは寒いです。啊，穿上大衣去吧。那个目的地啊，那里很冷的。我们要去的那个地方很冷的。改成说，那个地方或许很冷的。コートを着ていきましょう。向こうは寒いかもしれません。啊，形容词直接接。第四个，これは薬局からもらった薬です。这是从药房拿来的药。那么显然是说，也许这是从药房领来的。注意，名词直接接，不要这个です，也不要だ。これは薬局からもらった薬かもしれません。第五个，彼は話すことは上手ですが、書くことは苦手です。他呢，说是很擅长的，但是写就比较不擅长。那么改成说，写呢或许不擅长。形容动词和名词一样，也是直接接的。彼は話すことは上手ですが、書くことは苦手かもしれません。第四个例句啊，例句是歯が痛いです。歯が痛くてたまりません啊，把它改成てたまりません，就是什么什么的不得了这个意思啊。第一个，このあたりは騒がしいです。啊，这一带非常的吵闹啊，騒がしい，喧闹、吵闹的意思。形容词把它变成くて。このあたりは騒がしくてたまりません。那这一带吵得不得了。第二个。母の病気が心配です。妈妈的病很让我担忧。心配在这里做形容动词，形容动词用的是で。母の病気が心配でたまりません。担心的不得了。第三，あの映画は面白いです。那个电影很好玩，很有趣。那么那个电影有趣的不得了。面白くてたまりません。第四个，今日は寒いです。今天很冷，那么今天冷得不得了。今日は寒くてたまりません。最后一个，お腹が空いています。肚子饿了，这个肚子饿是一个状态，大家一定要注意啊。一般我们不讲お腹が空きます，而说お腹が空いています。肚子饿是一个状态，我们都会用ている跟它搭配一起使用。お腹が空いている。那么现在用一个てたまりません呢，当动词要来接的时候，显然是要把动词变成て形来接。那么这个动词原型叫すく，肚子饿，お腹がすく。于是把这个すく变成て形，お腹がすいてたまりません。啊，如果我们用て形跟ている接也可以的，那么也可以说成お腹がすいていてたまりません。把这个いる再变成て形也可以啊，お腹がすいていてたまりません。或者简单一点，お腹が空いてたまりません啊，都可以。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。
第五个、例句是彼女は何も言いませんでした。旅行に出かけました。变成彼女は何も言わないで旅行に出かけました。变成一个否定的伴随动作。那么就是说他什么也不说的就外出旅行了。表示一种否定行为的伴随。啊、前后呢都是一种行为动词。主语都是彼女。第一个お風呂にも入りませんでした。すぐ寝ました。没有洗澡马上睡了。显然是没有洗澡的就马上睡了。改的是お風呂にも入らないですぐ寝ました。这个ないで这个位置上不能体现时态，也不需要体现时态啊，在句子末尾会体现时态的。お風呂にも入らないですぐ寝ました。第二个，私に頼みませんでした。李さんに頼みました。这个是一种不怎么怎么而怎么怎么，没有拜托我，而是拜托了小李。主语都是他啊，他没有拜托我，他去拜托了小李。私に頼まないで、李さんに頼みました。啊，没有拜托我，而是拜托了小李。啊、不是而是，这个我们也是用ないで啊，行为动词的时候，不做这个行为而做了那个行为。第三，この本は難しくありません。二日間で読んでしまいました。这本书不难。两天之内就读完了，这个时候这本书不难，两天读完了，显然不是两个行为，这个时候显然不能用ないで，而必须用なくて。この本は難しくなくて、二日間で読んでしまいました。这本书不难，两天读完了，这个中断可以表示原因啊，因为不难，所以两天读完了，用的是難しくなくて。第四个，私は音楽が得意ではありません。絵が得意です。我不擅长音乐，但是很擅长绘画。这个时候，擅长什么不擅长什么，也不是一个动词，不是行为动词，显然不能用ないで，而必须用なくて。而且这个用的是ではありません，一种判断的否定，判断句的否定。怎么改呢？私は音楽が得意ではなくて。因为把ではありません变成简体ではない，然后ない再变成中断なくて，所以合起来就是私は音楽が得意ではなくて絵が得意です。最后一个，李さんがかかったのは胃潰瘍ではありません、赤痢です。小李患的病呢不是胃溃疡，而是菌痢。那么跟上面句子是一样的啊，李さんがかかったのは胃潰瘍ではなくて。セキリです。第六个、タバコは吸う。变成、タバコは決して吸いません。用一个決して来增强否定的。这个例句呢、给的是表示意志的。啊、烟我绝对不抽。第一个、赤信号の時は道を渡る。在、红灯的时候、赤信号啊、这个红绿灯变成红灯的时候呢、绝对、我不会过马路的。就直接说赤信号の時は決して道を渡りません。啊，道を渡る叫过马路啊，道を渡りません，绝对不会过马路的。第二个，お気持ちを悪くするつもりはある。说惹得你心情不好，我绝对没有这样的打算。つもりはありません。加个決して，お気持ちを悪くするつもりは決して。ありません。第二个，私は迷惑をかけるつもりはある。一样的，我绝对没有给你添麻烦这样的打算，完全不想给你添麻烦。
私は迷惑をかけるつもりは決してありません。ですが、試験問題の答えがわからなくても、カンニングをする。でも即使不知道该怎么作答，但是我也绝不作弊啊。Cunning をする。现在是改成说，試験問題の答えがわからなくても、決してカンニングをしません。啊，这都是表示我的意志啊，我绝对不会作弊的。最后一个，学生が何をしていても、あの先生は怒る。这是一个事实的判断，无论学生们做什么事情，那个老师绝不会生气的，绝不会发怒的。直接说，学生が何をしていても、あの先生は決して怒りません。第七个，胃がキリキリするのは初めてですか？今度，说什么呢？今度のように胃がキリキリするのは初めてですか？用一个ように来表示举例子。像这次这样胃这么刺痛，是第一次吗？啊，第一个，胃の悪い人は脂っこいものをあまり食べない方がいいです。北京ダック。胃不好的人呢，很油腻的食物最好不要吃太多。那么北京烤鸭，现在北京烤鸭是油腻食物的代表，对吧？那么怎么改呢？胃の悪い人は北京ダックのような油濃いものをあまり食べない方がいいです。这个北京ダックのような油濃いもの，像北京烤鸭这样的油腻食品。北京ダックのような油濃いもの，在这个句子里边，如果我们用了ように说成北京ダックのように，那么就不大合适了，因为它的中心词汇是油濃いもの。它主要是举的例子是要表达油腻的食品，那么显然是一个名词性质的东西。对于这种名词性质的东西，我们都用ような啊，所以是北京ダックのような油っこいもの。第二个，伝染病は恐ろしい病気です。セキリ，像菌痢这样一种传染病是很可怕的病。那么显然改成什么呢？セキリのような伝染病は恐ろしい病気です。啊，仍然是用ような。第三个，軽い病気はみんなあまり気にかけないようです。好像大家对轻微的病都不太在意的。那么風邪，就是说像感冒这样的轻微的病，仍然是用ような。風邪のような軽い病気はみんなあまり気にかけないようです。第四个，立派な通訳はあまり多くありませんね。李さん，显然是说像小李这样的非常优秀的这个口译员是不那么多的。啊，那么显然还是用ような啊，一样的。李さんのような立派な通訳は，啊，像小李这样优秀的口译员呢，あまり多くありませんね。第五个，サイドボードには物がいっぱい置いてあります。グラス。说这个橱柜里边放了很多东西，那么最后来一个玻璃杯，那么显然是餐具柜里放了很多如玻璃杯这样的东西。怎么改呢？サイドボードにはグラスのようなものがいっぱい置いてあります。仍然是ような啊，都是名词性质的，如玻璃杯这样的东西。好，第四项，从一和五当中选一些合适的词，在这个 A B C D E 当中选出来啊。第一个，百貨店という言葉は，百货店百貨店这样一个词，怎么样呢？选的是 B， 古い感じがします，让人感受到一种很古老的感觉。因为这个百貨店现在不大怎么用了，现在一般都是叫做デパート啊，这个百货店、购物中心或者叫 shopping mall 啊都可以的。百貨店过去的词，感觉比较古老啊，选的是 B， 古い感じがします。第二个，雨が降る秋の夜は，下雨的秋天的夜晚，寂しそうな感じがします，让人感觉有点寂寞。寂しそう，这个そう是样态啊。第三，気持ちが悪い時は，当心里感觉不舒服的时候呢，お酒も良い味がしません，这个酒喝上去也味道不好，这就是味觉的感受。良い味がしません，选的是 E 啊。
ですが、24階の建物から下を見ると、从24层的建筑物上往下面望的话，填的是 A, めまいがします、啊、会感到头晕目眩。最后一个，誰もいない部屋から人の，从一个人也没有的房间里边，人の話し声がしています、啊、听到了人讲话的声音，就很可怕，对吧？从谁也没有的房间里边听到了人讲话的声音，这种听觉，話し声がしています，听到了人讲话的声音，这都是五官的感觉，我们都可以用がする这个句型啊。第五大项，选择合适的一项。第一个，最近忙しくてあまり本を読まなくなりましたよ。最近呢，太忙了，都变得不怎么读书了。私もそうなんですが。啊，我也是一样的。それではいけないと思って。但是我觉得这样子不读书是不行的。寝る前に，于是我在睡觉之前呢，1時間ぐらい読むことに。显然填的是しました。啊，我决定，因为睡觉前读一个小时书，这是我自己可以能够左右的事情，是关乎我自己的事情。我们一次性的一种决定，我决定每天睡觉前读一个小时书，对吧？这地方我们用ことにしました，显然是我的意志啊。我决定每天睡觉前读一个小时书，选 A 啊。第二个，夏休みは家族みんなで旅行する什么什么。でも父が出張する什么什么。行くことができなくなりました。啊，说呢，暑假的时候呢，全家人一起呢去旅游。那么这个时候呢，显然是全家人做的决定。这个时候选的是 A, ことにしてました。啊，我们早做好这个决定了，决定今年暑假大家一起去旅游。从语法角度来看，选项 B, ことにしました也不能算错。但是呢，这里需要强调一种早就做好决定的状态。那因此呢，选项 A 更为合适。结果呢，因为爸爸要出差了，所以呢，就变得不能去了。那么这个爸爸出差不是爸爸自己决定的，而是爸爸单位公司决定的。这个时候并不强调一个人为谁做了这个决定，而是侧重于表达爸爸出差这个结果已经产生了。那这个时候显然选的是ことになって、啊、用的是 A、啊、ことになって。第三个，研究会のことですけど、来週は2階の教室は使うことができないそうです、啊、そうです是听说啊。关于这个研究会啊，下周的话呢，二楼的教室呢，据说不能用了。一階の教室もダメですか？那么一楼的教室也不行吗？いいえ、不可以用的。じゃあ一階の教室で啊，那我们要么就在一楼用吧。那么这个时候显然选的是 A。やることにします。那我就决定在一楼的教室里开。显然是这个决定是我自己可以做的，对吧？我选择二楼不能用了，那么我决定在一楼开，所以选的是 A。やることにします。好，第六项我们就不做了。第七项啊，中医日，第一个，医生说怎么了？どうしましたか？那么学生说，昨天开始牙痛得很厉害。昨日から歯が痛くてたまりません。痛得不得了，就是てたまりません啊。啊，医生说，那我来检查一下吧。啊，では見てみましょう。把嘴张开。口を開けてください。那么医生观察说，你经常吃甜食吧。句子末尾用个ね来表示确认啊，这个ば这个意思。あなたはよく甘いものを食べますね。ね来表示我的一种确认的语气啊。学生说はいそうです啊，确实是这样子的。我也知道不该多吃，可是说呢食べ過ぎることはよくない啊，我也知道吃多不好，不应该多吃。食べ過ぎるべきではない啊，这个べき也可以用的啊，べき不应该。食べ過ぎるべきではない，或者说食べ過ぎることはよくない啊，吃多了不好。食べ過ぎることはよくないとわかっています。わかる是我明白，用と来表示内容。とわかっていますが就可以了啊。我虽然明白，但是呢，这个后面的话就不用再说出来了啊。再说一遍，食べ過ぎることはよくないとわかっていますが。医生说要尽量的节制点哦。できるだけ控えてください，或者控えなさい。
第二个，小鲁说，听小王说，近来你身体欠佳，是吗？王さんの話によると、啊、听小王说就叫王さんの話によると、あなたはこの頃体の具合があまり良くないそうですね。一定要有这个そうですね啊，光有によると是不够的，必须还要有个そうですね。小张说，就是头痛，有点发烧，身体懒洋洋的。頭が痛くて熱っぽくて，有点发烧，就是有点发烧的感觉，有点发烧的样子，用一个ぽい啊。熱っぽくて体がだるいです。小鲁说，那么有几度的热度呢？熱はどのぐらいですか？昨天是38.5度，刚才凉了，已经不发烧了。昨日は38.5度でしたが，记住，因为是昨日，所以是でした。さっき測りました。刚才さっき測りました。もう熱がありません。小鲁说：“那太好了，吃药了吗？”それは良かったです。それはいいですね。啊，都可以的。薬を飲みましたか？喝了药了吗？はい、飲みました。喝了。那这是昨天从医院药房领来的药。これは昨日薬局からもらった薬です。说吃饭了吗？ご飯を食べましたか？说没有食欲，所以没有吃，对吧？いいえ、食欲がないんです。从早上起什么也没吃，只是喝了点果汁。朝から何も食べませんでした。或者说也可以用何も食べていない、啊、到目前为止什么还没吃都可以的。ただジュースを少し飲みました。只喝了点果汁。那么说那可不行啊。それはいけませんね。我去买点吃的来，你这几天就别去上课了，在家好好休息吧。私は、食べ物を買ってきます。买来，我们用てくる啊。私は、食べ物を少し買ってきます。啊，我去买点，或者用一个何か。私は何か食べ物を買ってきます。あなたはこの二三日、这两三天、あなたはこの二三日、授業に出ないで、啊，出席上课。叫授業に出る，那么这里用一个ないで作为一个行为的否定伴随，不去上课而在家好好休息，不怎么怎么而怎么怎么啊，这种两个行为的一种并列。あなたはこの2、3日授業に出ないで家でゆっくり休んでください。最后说啊，谢谢你，ありがとうございます。第三句，请假条之类的东西交给谁呢？规定是交给办公室的。欠席届のようなもの，因为是之类的东西，用一个举例子的のような。欠席届のようなものはどこに出しますか？上交用出す。どこに出しますか？交到哪儿呢？事務室に出す。最后来一个ことになっています。因为是规定啊，这个规定是单位集团做的长期性的规定。事務室に出すことになっています。第四句，啊，肚子疼，啊，お腹が痛い。你大概吃了什么便是东西？何か腐ったものを食べたでしょう。这个吃了什么？这个什么用一个何か来表示啊？什么？何か腐ったものを食べたでしょう。そのせいで啊，因为这个原因，そのせいでお腹を壊してしまったのでしょう。お腹を壊す啊，把肚子吃坏了。第五句，你肚子饿吗？お腹が空いていませんか？啊，空いていますか？你肚子饿不饿啊？这么说来，从早上起我什么都还没有吃呢。そういえば，这个这么说来，我们在讲课文的时候详细说过的，就是表示别人说出来的话题引发了你的观察，引发了你的思考，对吧？そういえば、朝から何も食べていません。朝からまだ何も食べていません。你不说我都忘了，你这么一说我想起来了，我早上开始什么都还没吃呢。第六个，我是想坐公交车去的，可是太拥挤了，那么就决定走着去了。这个决定显然是ことにする啊，因为是我可以做的决定啊。
那么怎么说呢？私はバスで行くつもりでしたが、我本来是这样的打算了，用一个つもりでした，原本是这个打算啊。结果呢，とても空でいて啊，很拥挤。这个空母这个词可以用ていいる。バスはとても空でいて。如果用すぎる也可以的，混みすぎていて。公交车太挤了。歩いていく啊，走着去。歩くことにしました，或者歩いていくことにしました。啊，我决定我走着去了。第七个，回来的好晚，也许是在什么地方买东西呢？帰るのが遅い啊，回来的晚，这个回来是一个动词，如果用名词也可以的。帰りが遅い。どこか買い物かもしれません。在什么地方也可以用で啊，どこかで買い物かもしれません。在什么地方买东西，这个買い物既可以做名词也可以做动词，如果做动词的话就是用どこかで買い物しているかもしれません。最后一个，听他说那家店的东西的味道不错，听他说显然是彼女によると，或者彼女の話では、あの店のものは，那家店的东西呢，おいしいそうです。不要忘记用 so this， 听说很不错啊，是一个传闻。皆さん、練習の時間ですよ。ちょっと練習しようね。皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。